えー、皆様こんにちはえー、本日の動画のテーマはですねえんかピントが甘いと拡大すると微妙に合ってないんだよなとなんかもやっとぼやっとしているな、まあ、そんな経験皆様えー、あると思うんですけれどもそのピントが微妙に甘いというところのね えー、原因いろいろありますので、えー、その中をね一、えー、一つ一つちょっっとと解説してていいこうかなと思っています <music>、えー、まずはですね、えー、ピントが微妙に合っていない原因というものの中にね、えー、一つ一つ分割して説明していきますけれどもまずはピンボケ、えー、皆様、えー、お聞きになったことあるんじゃないでしょうか、まあ、その名の通りなんですけどもピントが微妙にボケていると。 あっていないとそんな言い方ありますよねピンボケえー、そして手ブレしている手ブレえー、他にも被写体ぶれしているとその他にも、えー、気候ぶれしているまあそんないろんな原因がありますけれどもね今聞いたことがない言葉出ましたかぜひ最後までお聞きになっていただきたいなと思うんですけれどもまずはね順番を追って説明しますけれども、えー、まずピンボケですねピンボケからいきますけれどもこれはね本当に まあその名の通りピントが合ってない現象ですけれどもこれの中にその手ブレとかもね、えー、まあ原因だっていうところもね含まれるとは思うんですけれどもこのピンボケというものについてはね本当に原因を究明するのにね本当に不可能に近いんじゃないかなっていうぐらいね難しいポイントです。例えばですねピンボケしているこの写真ピンボケしているぞと思って拡大してもですねこれ手ブレが原因なのか、まあ、そもそもがオートフォーカスに何か問題があったのかそういったところをね あの自分の中で把握するのって本当に難しいんですよただその中でもその今言ったボケの種類ピンボケとか被写体ブレとかそういうの全てまずは原因を一つ一つ潰していかなければいけないわけですけどもまずはこれいつも私口を酸っぱくして声を大にして言ってますけれども一番重要なことこれ、えー、皆さんメモってくださいねシャッターースピードを上げるこ,とですこれでまず大体の、えー、原因はね排除されます シャッタースピードを上げるとはまず皆さんが今カメラ撮っている設定の中で SS シャッタースピードっていう項目があると思うんですけれどもそれをシャッタースピードの数字を大きくするだけで例えば1 60分の1100分の1なんていうシャッタースピードを1 800分の11000分の1なんていう大きな数字にすることだけでですよ。 ピントの合掌する確率がもう本当に天と地ほど差があります。大きく差があります。えー、そのシャッタースピードの数を速くするということですね。分母の数字を大きくするだけです。それだけでまずはね、えー、いろんなブレの原因を排除することができますので、まずはそれをね、えー、一番最初にカメラをね、やっている時に一番最初に見ていただきたい項目ですね。もうそのシャッタースピードを上げれるんならば、 まあ多少 ISO 感度が上がってね多少ノイズが増えたところでですよピントがきちんと合っていれば後処理でねあのまあツールなんか使って後処理でノイズなんか消せちゃうのでまずはピンボケを防ぐピントをきちんと合っている写真を撮るということですねそれがまずはえーまあ一番重要かなと思うんですねそのピンボケの原因っていってもですねえ例えば本当ににの仕方がないことなんですけどもカメラやレンズの性能による うんまあ、オートフォーカスがついていかなかったよっていうところによるピンボケっていうことももちろん、えー、ございますので、まあ、そういった場合はね本当に判断が難しいんですけども例えばあのダンスのイベントとかで息子がダンスやるんだっていう時にカメラとレンズ持ち込んで暗い体育館なんかでステージで、えー、息子がね踊ってるとするじゃないですか。複数人10人ぐらいいがステージにいる中でんその前 後ろ後ろぐらい3列目ぐらいの斜め後ろにいる自分の息子にピンポイントで AF を当ててずっと追い続けるなんてねまあ、なかなか難しいですよ上級者でもさらになんでこれじゃあピントを微妙に外してるんだろうっていうショットをねうんなかなか分かる人に見せてもね原因って分からないと思いますなかなかただそういった部分は本当にねカメラとかレンズの性能なのかなってちょっと疑ったりしてもねそういう場合はいいと思うんですけどもシャッタースピードを上げてるのに何かブレてしまうとうん まあそこでねいろいろねこう、まあ、原因を排除することとすれば、まあ、先ほど言ったシャッタースピードを上げることのほかに例えばですね、まあ、そういったダンスのイベントとかで一、えーまあ、人でねダンスする時とかにステージに真ん中にポツーンといる時にですねせーのパチャってやればどのオートフォーカスのモードでもどんな設定でもね大体そんなに大外しすることはないと思うんですけども。 そこでで例えばですよ、瞳 AF をオンにしたりとか、えー、被写体認識っていう、ね、機能をオンにしたりとか今のミラーレスなんか大体ついてますけど被写体認識をオンにした時にですよ、ダンスをしている人をこうやって軽くこうカメラを振って追ってるわけですよ。そうしたら背景にある、ね、背景のセットの,、ね、あの何か丸い物体に、ね、その被写体認識がパッて、ね、あのこれが人間じゃないのかって認識してしまってそっちに外れてしまったりとかねするので。 まあ基本的に被写体認識っていうのは私は使わないです。動き物の撮影で使うことはないですね、被写体認識は。なのでそういったね、カメラの設定によることが原因なのか。えー、もしくはですね、レンズがね、古い F 値の大きなレンズを使っていると。古いキットレンズで F3.5 から5.6なんていうね、えーまあ、数字の大きなね、キットレンズを使っていると。まあ、形も機器もかなり古いね、えーまあ、レンズを使っていると。 まあそういった場合もですね、本当にあの、まあ、年式が古い安いレンズっていうのはね、オートフォーカスっていうのは本当に、まあ、性能的に良くないので、これはしょうがないんですけども、まあ、私も本当に過去ね、いえば自分でいろいろやりましたよ、7D とか使ってる時にね、ヤフオクとか、まあ、その頃は本当にヤフオクっていうものがだんだん流行り始めてきた頃なんですけども、中古ですっごい安いね、ヤフオクのレンズとか買ってね、いろいろつけて撮ってみたんですけどもね。 なんでこれピント微妙に外してるんだろうって思った時にまあ、安いレンズだから仕方ないかなとかって思っちゃったりとか実際それ自分の合わせ方が悪いだけなんですけどもこれは安いカメラだからしょうがないかなとかって思っちゃったりね、まあ、初心者の頃はやっぱりそういういことがあるんですよ。スポーツとか撮り行ってもねこういう、あのー、スポーツを撮る時はねやっぱり高いレンズじゃなきゃダメだろうなとかって思っちゃったりねしてたわけですよ。 まあそういうことがね実際に私いろんなレンズとかカメラ使ってるのでまあ実感できるというか身にしみて分かってるわけですけども正直そのシャッタースピードを上げるっていうことさえやっておけば大体のブレの原因って取り除けるんでまずはそのシャッタースピードを上げることかなうん、まあ、ましてやね暗いシーン例えば私なんか体育館で撮影することが多いですけども体育館で撮影するとねやっぱり上位モデルのカメラとかでもやっぱり AF の迷いって出てくるので。 そこはした仕方がないことかなとは思うんですけども、うん、まあなのでそのまあ暗所で撮っているえそして体育館なんかでね体育館の照明下なんかで撮っている時はね AF の精度とか速度とかはどうしてもね落ちるのでこれは性能的に仕方がないことですねうんまあそこはね、まあ、妥協して使う必要があるのかなと室内の撮影ではねそう思いますねえお次は手ぶれについてお話ししていきたいんですけども この手ブレっていうものはね実際に私が今ここに一眼レフカメラの、えー、いつも愛用している D810 をねちょっと持ってきたんですけどもこれは本当人によっていろいろ違うんですけども例えば手ブレが原因になっていることってね結構写真の中であるんですけども、まあ、もちろんですよもちろん先ほど言ったシャッタースピードを上げるっていうことが大前提なんですけどもその中でもねじゃあどのぐらいのシャッタースピードを確保して撮ればいいのかっていうところ 私の基準ですよ。私の基準ですけども、例えばこの一眼レフカメラで、例えば、あのー、まあ、よく私、SNS に選手がピースしてる写真とか投稿してるじゃないですか。あれ、どういう設定で撮ってるのかっていうと、あれはもう基本的にシャッタースピードは、必ず自分の中でポリシーがあって、200分の1以下に設定することはないですね。必ず200分の1以上は上げてます。というのが、まあ、私の答えなんですけども、まあ、250分の1、320分の1。 ぐらいでその選手が止ままっっててるシーンを撮ってますもちろんこれはねあの、選手が止まってるんですよ、ピースして。そんなに上げなくてもいいんじゃないっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけどもね。私は絶対にピント以上ね、ベタピン来てるショットじゃないと納得がいかないので、絶対にその200分の1以上はね、シャッタースピード上げて撮るんですけども、そういったあの選手がピースしてるシーン、よく私、撮ってるんですけども、本当にシャッターチャンスって一瞬なんですよ。私のカメラに気づいて、こうやって一瞬だけやる選手とかもいるので。 その一瞬をね、取り逃さないようにって、シャッタースピードをなるべく上げてね。うん、本当にビブレすら排除したいって思ってるので、シャッタースピードを上げ目にして撮ってるんですけども。基本的に、ね、あの、インターネットで、手ブレ、カメラ、えー、シャッタースピードとかね、手ブレ、防ぐとかって打つと、必ず出てくる、えー、上位表示される言葉があります。焦点距離分の1にシャッタースピードを設定してくださいと。あるんですけども、これはね、本当にね、えー、もう、 見なかったことにしていいですこれは全然当てにならない数字です。というのも例えば、まあ、シャッタースピードを、えーまあ、50mm の標準レンズをつけたらですね 50mm なら1 50分の1に設定すれば、まあ、シャッタースピードを1 50分の1なら、まあ、だいたい手ぶれは防げるんじゃないのかなみたいな目安になるんですけども、まあ、私の見解でいくとですねこれはかける2かかける3した方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。 例えば 50mm のレンズ使う時でも100分の1ぐらいはねあのシャッタースピードを確保した方がいいと思いますしましてや手持ちじゃないといけないなんていう理由がなかったら本当にねあの50分の1みたいな、ね、シャッタースピードの時って三脚を使うことを、ね、前提にした方がいいですよね。これは本当に思います。無理に50分の1に設定して手,手持ちで撮るなんていうことはねまずしない方がいいです。これは本当にいろんなブレが原因になってねビブレを起こします。 なので何か制限がない限りね例えば手すりとかスポーツ観戦だったらなんか手すりがあってこの手すりの上に置けるとか旅先のスナップだったらなんか石があってこう置けるとかこう手すりがあって置けるとかなんかねこう何かね置ける部分があれば置いた方が必ずねその上下のブレっていうのは収まるのでシャッタースピードっていうのはねそういう場合はね遅くしていいと思うんですけども手持ちで取る場合っていうのは手ブレ補正があろうがなかろうが まあ私がね先ほど言った200分の1ぐらいはね目安にして撮った方がいいです。これが手,ぶれその手持ちでで写真を撮るのの私の目安ですね、うん、なので、えーまあ、このね手ぶれ、まあ、しっかり構えることがまず前提ですけれども例えば構え方で言ったらまずはねあの、まあ、脇を締めるとこれはもう一番最初にあの、まあ、前提としてやることでさらにね下の部分を支えると、まあ、例えばこれだけでも今これだいぶあの安定すると思うんですけれども。 ここからねあの、まあ、グリップを握るわけですねグリップを握って取るんですけども、まあ、これでね例えばシャッターボタンを押し込みますけども「はいチーズ」ってやった時にこれブレる原因の一つになるんですけどもこのシャッターボタンをグッて押した時のこれグッこれがねあのビブレの原因になってるんですよグッっていうのこれはね本当に気をつけてシャッターを押さなきゃいけないんですけども例えばね先ほど言った60分の1とかね50分の1なんかのシャッタースピードで はいチーズってやったらねこの押しし込む振動で確実にビブレを起こしますだからこそ私はね200分の1ぐらいのシャッタースピードを目安にいって、えー、この動画でね訴えたいところではありますけども逆にその200分の1ぐらいのシャッタースピードだったらはいチーズってグッてやった時のね振動ぐらいだったら、まあ、大体あのピタッて止めることができますね200分の1ならそしてさらに私前回動画でやりましたけども。 2470mm の F2.8 なんていうね大きくて重たいレンズを使った時はですねさらにその目安のシャッタースピードっていうをね多めに確保しなければいけませんねもうレンズが 800g とかあるとね本当にあに手プルプルするので重たいですよましてはもう例えば片手でラフにこうやって構えてみると分かると思うんですけどもこの前にね F2.8 の 800g ぐらいあるレンズとかつけるとねもうこれだけでプルプルしますからね まあ下を支えてレンズを支えてってやってもどうしてもねシャッター切るときにね微妙に手がぶれることになると思うんでまあそのね、カメラとかレンズのね大きさ重さにしてもねやっぱり余分にシャッタースピードは確保した方がいいかなと私は思いますねなので本当ににに目安なななるシャッターースピードって当てにならないんですよね。ネット上に,ね本当によくあの検索するたんびに焦点距離分の1にしてくださいみたいに書いてあるんですけども え他にもね、えー、ピントが、えー、合ってるか合ってないかみたいなところはあのまあちょっとねこの辺りはねあの失礼な言い回しになってしまいますけれども私のようにねちょっと年私もねだいぶあのまあ視力が悪いんで例えばシャッター切った後にこうやってモニター越しにねこうやってチェックしてもあれピント合ってんのかなってね。 ううんんっってなっちゃうんですよまあ、してやね自分がこう写真を見た時にまあ視力が悪い方がねこうやって見てああピント合ってるなって判断した時、まあ、ちょっと実際に私も写真をお見せしますけれどもこういった写真を見た時にねあーなんだピント合ってるじゃんとまあ、このぐらいのシャッタースピードだったら全然撮れるなと判断するわけですよ。でも実はねこれね拡大するとね若干ですけどねこれねブレが影響されて、えー、写真がね 若干ですす、けども影響がが。出てますブレが、うんまあ、これがねあの、まあ、お次に説明しますけれども気候ブレというものにね入ってくると思うんですけども気候ブレってなんじゃないと、えー、その気候ブレに関しましてもね本当にに私、過去に今まで悩んだことが、ね、たくさんあります。これはカメラの、えー、ボディが原因なのかなとミラーショックが原因なのかなシャッターショックが原因なのかなってんかねブれる写真が多いんだよなって。 悩んだことがありますこれ実際に、ね、あのメーカー側が認知しているものももちろんありますので例えば 300mm の F4 のね AFS ニッコール 300mmF4 のレンズなんかはですねえメーカー側が、ね、125分の1付近でのシャッタースピードで撮った時にビブレがあることを確認していますっていうね、えー、発表がありました実際にそういうメーカー側も認知しているねビブレみたいなものももちろんあるので、まあ、防ぎようがないんですけども そのあたりは本当にね原因っていろいろあるのでその手ブレとか被写体ブレ、気候ブレとかいろいろあるのでまずはシャッタースピードを確保するっていうところとあと必ずですね、えー、そういった、えー、シャッタースピードをなるべく下げて撮るとき125分の1とか100分の1のときとかに三脚に据えたりとかこうなんかこう固定して撮るときはね必ずですよレンズ側、えー、ボディ側の手ブレ補正オフにして撮っていただくっていうことが大前提で,ですねただこれははね、あのフ,ジフィルム機なんかにに、実際に えー、ホームページに書いてあるんですけども、えー、X マウントレンズ、えーまあ、X マウント、ね、カメラを使った時はあの、まあ、三脚に据えた時は、ね、手ブレ補正はオンでも構いませんよみたいな、ね、説,説明文が書いてあるカメラも実際にあるので、まあ、その三脚の手ぶれ補正もあの、まあ、影響ないようにしましたみたいな、ね、カメラももちろんあるのでそういった場合は、ね、あのオンでも構わないんですけども基本的には、ね、気候ブレというものが、ね、発生するので手ブレ補正はオフにした方がいいかなと。 私はそう思いますけれどもね、うんえー。そしてこのブレの原因というものでですね一番厄介な、えー、こと、えー、よくねインターネット上で検索すると出てくるんですけども125分の1のシャッタースピード100分の1ぐらいのねまでシャッタースピードを落とした時のお写真をね、あのー、掲示板サイトとかで貼ってですねなんか微妙にピントが合わないんですよねみたいなね質問とか結構あるんですけども。 それがが一番、ね、答える側が困る側困んですよ100分の1付近のシャッタースピードってブレというものがねいろいろこう出てくるシャッタースピードになるので手ブレかもしれないし気候ブレかもしれないし被写体ブレかもしれないしそれがね判断できないんですよ100分の1付近って。なので本当にあの、まあ、よくねインターネットで、えー、検索するとですねブレ125分の1とかって、ね、ネットで検索すればいろいろ出てきます。 Z7 で、えー、あの気候ぶれがひどいかもしれないみたいな、ほどまりがよくないんですよみたいな質問とかもね、いろいろ出てくるので、一眼レフカメラの、えー、キヤノンの OS7D 使ってますけど、これはあの手ぶれしてるんでしょうかみたいなね、掲示板サイトとかよく出てくるので、それを見るとね、だいたいそのシャッタースピードを確保せずに撮ってますね。ほぼそれが原因ですねもうう本当にその125分のの125 1分っていうのはね。 もう本当にこれを口を酸っぱくして言いたいですけど手持ちで撮るんだったら本当に200分の1ぐらいはねシャッタースピード上げた方がいいですこれはもう急かんとなんかもう1段2段上がってもいいですよえピントがきちんと来ているっていうことが一番重要なので無理して125分の1とか100分の1で切る必要はないんじゃないかなって私はね思いますねさらにじゃあ8分10分の1とか1 60分の1でシャッター切ってる方はねもうそのスピードになってくるともう三脚を使うべきかなって思いますね さららに言ううならばもうミラーアップモードで三脚に据えてさらにえ手ブレ補正をオフにするっていうことをね忘れないでください三脚に据えて撮るときは基本的に手ブレ補正オフがデフォルトですはいそれではここまで、えー、いろんな、えー、ピントが微妙に合っていないブレについて説明してみましたけどもいかがでしたかご自身がもしかしたらこれ当てはまるかもしれないと思った項目あるんじゃないですか、まあ、まずは本当にあのー まあ、もう一度言いますけれどもシャッタースピードを上げて撮ってから考えてくださいっていうところをねまず私は推奨してます、まあ、1000分の1とかまではいかずともですね、まあ、シャッタースピード500分の1とか640分の1まで上げれば大体のブレというものは防げます例えば人が歩いてたりとかちょっと動いてるシーンだったら500分の1ぐらいだったら普通に被写体ブレもあの、まあ、被写体ブレも防げますしあの手ブレというものも大体防げますし、まあ、カメラをしっかり持ってればね 手ブレも防げますしあとは気候ブレなんていうものもねほぼ影響はないと思いますしまあそういったところでねシャッタースピードを上げて撮ってもまだなんかピントが微妙に甘いなっていう時は、まあ、例えばご自身のオートフォーカスの設定とかまずあの、まあ、そういったね微妙にピントが合ってない方っていうののねシャッタースピードを上げてるんですけど微妙にぶれちゃうんですよねっていう方はだいたい瞳 AF オンになってますよね。ああとはあの 被写体認識みたいなものをねミラーレスカメラでオンにして撮ってる方はですね、まあ、その被写体認識っていうのはね私も最上位モデルのねニコンの Z9 なんていうねもう本当に70万ぐらいするカメラ使ってますけれどもそれでも被写体認識オフにしてますからね私全然信用してないです、まあ、そういったことがあるのであのまあオートフォーカスの設定かもしれませんし まあ、いろんな原因があってピントの微妙なズレっていうのが、ね、出てくるので、まずは切り分けることかな。シャッタースピードを上げることによって切り分けられるよっていう、そういったお話ですけれどもねえ、皆さんいかがでしたか私、SNS をやっていますので、こちらの方にいつも投稿したお写真を、えー、投稿しています。えー、お気軽に、えー、いいねと、えー、フォローよろしくお願いします。 それでは私の YouTube チャンネルいつもカメラを始めたばかりの方向けにねいろいろやってますのでぜひえチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴ありがとうございました失礼します